見るを支えたいスマイル。スマートフォンやパソコンなどで一日の大半は画面を見ているなど、以前と比べて目に負担がかかることが増えた今、時代は角膜危機を迎えています。ところで角膜がどこにあるか知っていますか？黒目を覆う最表面の部分であり、とても傷つきやすい組織です。画面を見続けることで瞬きが減り、目の表面を保湿している涙が蒸発、乾いた目の表面はバリア機能が低下してダメージを受けやすくなり、瞬きでさえも角膜は傷ついてしまいます。目が疲れてしょぼしょぼする、夕方目がかすんでくる、コンタクトが乾いてつらい、目の充血やかゆみが気になる、あなたもそんな目の症状に悩んでいませんか？それらの症状の共通原因は角膜にあるかもしれません。スマイルが研究初期から角膜ダメージを修復する成分として注目してきたのがビタミン A。 ビタミン A は角膜上皮細胞に入ってヒアルロン酸の産生を促し、ダメージを受けた角膜の修復を促進します。目に負担のかかる現代の生活、症状だけでなくその原因となりうる角膜のダメージを修復することが大切なのです。私たちスマイルは30年以上角膜とビタミン A に着目し、ライオンならではの界面活性剤技術を生かして研究を重ね、配合技術をいち早く確立しました。豊富なラインナップを誇るスマイルブランドの出発点こそが角膜研究。ライオンは今も角膜危機に立ち向かう新たな技術を開発し続けています。角膜研究を生かして健康な瞳を考え続けてきたスマイル。2024年にはこれまでの研究技術を結集し、スマイル史上最高峰の一本でこれらすべての症状を治す新製品、スマイル40プレミアムザ1が登場。私たちの挑戦はこれからも続きます。さまざまな目の症状に確かな効き目の目薬を届けるために、どのような暮らしにも長く寄り添っていくために、人生100年時代に健康な瞳とスマイルを。見るを支えたいスマイル。